はい、皆さんこんにちは。8でございます。フォールアウト3ですね。パート75ですね。やっていきたいと思います。次はアガサさんですね。アガサさんのストラティバリウスっていうバイオリン、何回かギターって言いましたけど 言ってすいませんで謝りましたけど バイオリンですね。バイオリンを取りに行きましょうということで、ビッグタウンは非常に残念でしたね。ビッグタウンってビッグなミスでしたっけ？あ、じゃあビッグなトラブルか なんか言われてしまいましたけどね。ひょっとして敵いる？あ、いないね。まあ、銃弾は結構ね、豊富に。思ったんだけど、62発しかない。何の弾が多いんだろう？あれ？あー、エナジーセルか。あと10ミリ弾か。そうなのね。ああ、わかりました。あれ、すごい弾が手に入ったと思ったんだけど、そうでもないんですね。10ミリ弾だったんですね。10ミリ弾だったらサブマシンガンの方がいいんでしょうかね。あと、このまま真っ直ぐ地雷原にも行きましたよね。地雷原一回言っていきましょうか。確か地雷原、何？心臓切ってやる、クソ野郎！あ、それダメ。こっちね。そっちにもいたのね。頭打ちます。で、こっちですね。まだいる。どこどこ？あっちか。ちょっと来るの待ちましょうか。あ、AP が溜まってますね。じゃあ行きましょう。あ、あんなとこいたね。遠いな。いてて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 。よいしょ。5.56。ああ、よかったですね。弾が入りました。なんとか手にね。あと残りのお二方から回収ですね。10ミリピストルは一応入れますね。タバコのパック。で、あれ？もう一人。殴ってきた人。あ、いたいた。ああ、殴ってきた人だから武器持ってないのかな。ビリヤード球で殴られたんですね。で、私の、あれですね。10ミリピストルを、ちょっと上げましょうか。で、そんなもんかな。そんなもんだね。重さがね、ちょっと持てないのは辛いかな。でもまあ、虚弱筋にしたから仕方がないよね。ここかな？地雷原ね。こっちですね。ちょっと地雷が拾えたらね、拾っていきましょう。で、あ、なんかいる。あ、あら？待って、バラモンが赤いってどういうこと？これあれだよね。なんで赤いんだろう。バラモンさんって牛だよね。なんで赤いんだろう。てか、なんでそんなやる気満々なんだろう。え？ちょっと待って。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 これやっつけんのはできれば弾がどうでもいい。これだね。32口径でなんとかしたいんだけど。お？完全に赤だもんね。おう。おう。撃っちゃおっか。胴体、頭2つあるのね。あ、でも頭一緒くたか。硬い、全然減んないよ。どうしよう。なんかやっつける気が起こらないね。やめとこう。弾が無駄遣いだ。弾の無駄遣いね。
バラモンさん。よいしょ。地雷原はどっちだろう。あ、左ね。地雷原で多分寝れたような気がするんだけど、あれだね。あ、デンジャー、デンジャー。まだ追っかけられてる？いや、もう大丈夫でしょう。バラモンさんはね。で、確かね、地雷原はね、狙撃されてたと思うんですよ。何者かに。彼もやっつけれたらやっつけましょうか。うん、高所まで落ちましたね。ちょっと寝たい。確かクイーンサイズのベッドがなんかなかったっけ？あれ？あれ、アリンコさんとこだっけ？ここね。手形がね、ちょっと怖いですけど。確かここ、まだ高所になってるね。部屋の中で高所のとこと怖いよね。あ、あったあった。ここね。5時半ですね、夕方のね。というわけで14時間寝ましょう。あ、18時、15時間だな。まあいっか。今赤いのついてないね。すいません、ちょっとくるっと。もういいよね。お、救急箱。あ、取ってなかったんだね。流し台は、あ、はいはい。関係ないですね。よいしょ。朝方ですよね。うん、朝日がいい感じですね。で、あとは地雷が。あ、そうだ、ちょうど地雷引っかかったら重傷負うよね。いいかもしんない、モイラさんにはね。あ、ポストからか。こっちはあれだね。もうここは行ってたのかな。怖っ。あ、地雷かなと思っちゃった。怖いね。撃ってきてる、撃ってきてる。あ、いたね。アーカンソー誰？当たるかな？当たんない。これね、25%右で打ったら、いや、ビジュアル変わってもね、当たってないんですよ。痛い。食らった。おお。仕方ない、突撃しましょおお、重傷負った。モイラさん、オッケーになったよ。あと50%切ったらいいんだよね。おお、来た来た。頭。なんとか。あ、そうだ、このスナイパーライフルがいいんだよね。リッジフィールドゲートの鍵、どこの鍵だろう、わかんない。ああ、地雷で散々気取っちゃった。あ、これあるね。でも欲しい。50%のヒットポイントはどっかで適当に切りましょうか。今私2箇所重傷してますよね。あ、3箇所か。重傷っていうのには問題ないんです。あ、寝ちゃダメだ。ステーキ。
メディカルサポーター、あ、ぬかコーラだ。ぬかコーラ、ぬかコーラ、ぬかコーラ。で、あ、チェリーボムね。チェリーボム、あ、松葉杖もある。松葉杖はまだいらないね。あとは適当にダメージ食らえばいいか。50% 消えって言ってましたね。お、いい、いい。あ、ロックピックね。ちょっとこれね、ラグあるんでね。なかなか怖いんですけど。あ、これいけたのね、そのまま。よいしょ。あ、スナイパーライフルのあれですね。弾ですね。さあ。よいしょ。あ、あとね、結構ね、3DI するかもしれませんので、もうこれだけはどうしようもないんで申し訳ないですね。3DI される方は、お引き返しね、まあもう、こんなに時間経ってから言うのも、うわーと危ない危ない。さすが地雷原だ。ちなみに私ね、結構この自分の動画見ながら録画しながら取れなかった。ちょうどよかったね。いっぱいダメージ食らったんで一品帰りましょう。これでモエルさん OK でしょう。結構ね、移動してるとね、私もうってなるので、なられる方は、 3DU に弱い方はね、すいませんけども引き返しください。なかなか私も操作になれなくてですね、ラグがあるもんでね、ちょっと回すときに、あれ反応鈍いやもってグッと入れちゃうんですよね、方向ね。それで急に方向ね、強い速度で方向変わっちゃったりするんで、速度のセンス、感度を落としてるんですけどね。それで気分どう？すごく痛いんだ、わかるか。これいいね。わかってるわ。でも立派な目的のためなの。メモを取るからそんなに身もだいしないでよ。さあ、その痛みを言い表してみて。極度に痛まずに済むような何かアドバイスはある？それとこれは子孫のためだってこと忘れないで。アドレナリンが働く、死の恐怖も働く、両方とも多量になか、インテリジェンスがいきますね。痛みは抽象的だ、それよりも生存など説明できることに集中した。かっこいいこと言いますね。まあ、これにしましょう。すごく賢明な姿勢だわ。それでも銃弾を避けることはできないのが残念よね。幸い私が手当てをしてあげるわ。さあ、そわそわしないでじっとして。よくこんな状態で動いていられるわね。よっぽどひどかったんですね。内側にスマイリーも縫い込んじゃった。いい気分でいられるようにね。あなた側からは見えにくいけど、モルパインと私の環境スーツをあげるわ。治療とかをするのにも、放射能の影響を受けにくくするのにも役立つはずよ。どういうこと？スマイリーを脱ぎつけたってニコちゃんマークかい？そんなもの内側に縫われてるのかな。第2章の調査はもっとやる準備で、まあ一応受けましょう。モールラット撃退剤みたいな薬を開発したの。成功したかどうか、実際にモールラットを何匹か使って実験しないといけないのよ。ミレルークについては不明な点が多くて、どれだけ知能があるのか、どれだけ危険なのかも知られてないの。だから調査する価値があるのよ。まあ第2章はこんな感じね。どれをやってみたい？あ、選択なんですね。まあとりあえずモールラットですね。モールラットは何にでも穴を掘るから厄介なのよ。だから誰でも追い払えるように殺素剤スティックを作ろうって思ったの。作り方をガイドに載せる前に実験しないといけないわ。それであなたにモールラットを何匹か探して実験してみてほしいのよ。殺素剤を徹底的に調査してやろう。超自然的な化学物質を扱うのが安全なのかわからない。どう価値があるんだ。まあ聞いてみましょうか。化学物質のことは心配いらないわ。
私はいつも実験で扱ってるけど、どこから見ても正常でしょ。これを作るのに使った残りの薬あげようか。完璧な仕事をしてくれたら、後で殺素剤もつけてもいいわよ。まあ、わかりました。簡単よ。アプリケーターを軽く叩けば、奴らは気持ち悪いって感覚に襲われるの。あっという間にいなくなるわ。2、3匹で実験してもいいけど、しっかりしたデータにするなら10匹くらいはやってみて。中心街のぬるい下水にたくさんいるはずよ。はい。じゃあ、うん、売り物は何かあったかな。いや、ないよね。ないよね。私が売るものはなかったと思います。あ、これか。環境スーツっていうのは、防御力は全然ダメだね。ただミディシン5の、でも重さが5あるのね。ちょっと今の私には辛いね。というわけで家に置いていこう。気をつけて。はい。じゃあもう地雷原はいいのかな。あ、そうだ、重いのには理由があるんだ。そうだそうだ、まあ、家帰ってからにしましょう。何、もうすんごい速さで来たけど、びっくりした。スナイパーライフルが結構重かった気がします。いいのいただいたんだけどね。いいのいただいたんですが、スナイパーライフル多分重いんですよ。これね、銃ありますもんね。これもうちょっと落ち着いてからにしましょうか。まあハンティングライフルそれでも重いんだけどね。ああ、パルスグレネード、ああこれでも持ってていいんだね。グレネード、うん、サブマシンガン、サブマシンガンか。サブマシンガンも結構強力なんだよね。でも使うあれはないかな。サブマシンガンまだ置いていきましょうか。こんなもんかな。で、環境スーツで、あとはこんなもんでしょうかね。あ、ごめんなさいね、もう一回ちょっと見させてください。あ、ここら辺全然いらないんだ。まあいっか、後で食っちゃおう。で、私も今あ、ごめんなさい、直していただきましたね。というわけで出ていきましょう。あ、アサルトライフルあれだね、コンディションかなり悪いんでダメージだいぶ落ちてるはずだよね。あ、じゃあね、よろしく、時間の方ね、よろしくなったんで、この辺で終わっておきたいと思いますね。フォールアウト3のパート75ですね。この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。